阿部慎之助33の成績すごい。こちら阿部選手の成績バケモンとなっております。すごい選手だったな。違反玉の時やっけ。日本代表のキャプテンで4番でキャッチャーなのに人望ないのやばい。統一球がなかったら5年連続 OPS 900超えと規定 OPS 1.000 超えやってそう。これに坂本がいたらそりゃ優勝するわ。うん、ただの打撃職人じゃん。巨人ファンは未だにこいつの幻想を追いかけてるから大城レベルでも叩かれるんやな。単にキャッチャーなのに打撃もトップってだけじゃん。ポストショートに阿部と坂本だからな。指名打者2つ使ってるようなもの。2006年頃ってなんなら阿部脇役だったよな。未だに阿部の幻想を追ってるやつなんてほぼいないと思うけどな。なんか承認欲求の塊なんだよなこの人。今までの発言は全部巻き絵なんやろ。巻きすぎて赤潮になってるようにも見えるけど、阿部に人望ないはむちゃくちゃ言いすぎやろ。ご視聴ありがとうございました。